ふぬ。先発でシーズン防御率1点台の投手か。先発では2点台でも優秀だが、1点など別格。日本で野球をしている場合ではないぞ。お客さんか。どうぞ入ってくれ。どうも、神楽坂です。多分ペナントで回せば1点台出るよ。確かに1点台出そうな奴が来たな。ところで今日の相談は何だ？今日の相談は防御率1点台の投手査定とその年の活躍を紹介してほしい。それと神楽坂に戻ってこないか。それは無理だ。ということで開始。それではこれから歴代シーズン防御率1点台の投手とその当時の査定、活躍を紹介させていただく。多くの人の意見を参考にすると3点台は先発ローテを任せるレベル、2点台ならリーグを代表するレベル。1点台は日本のエース、0点台は歴代トップレベルだそうだ。まあここら辺は人によると思うけど、大体そんくらいの指標でいいんじゃないかな。ということでまずは、2006年の広島カープ黒田博樹。こちらパワプロ13決定版の査定となっている。防御率 1.85 で13勝6敗。パワプロの能力もスタミナ、コントロール A。さらにシュート、スライダー、フォークと3方向の変化球があり球速156キロ。正直めちゃくちゃ強いな。さすが黒田さん。そりゃあメジャー行きますわ。2006年は国別対抗戦 WBC に選出されるも、2月24日の12球団選抜との練習試合で打球を右手に受け負傷。出場辞退を余儀なくされてしまう。また5月31日に FA 権を取得。6月まで5勝6敗、防御率、WIP 1.11 と安定した投球を続け、オールスターゲーム出場直前の7月2日の中日戦からは負けなしの8連勝を記録。7月は4勝0敗、防御率 0.84、WIP 0.78 の活躍で月間 MVP をチームメイトの栗原健太と共に受賞。さらに8月も続けて4勝0敗、防御率 1.11、WIP 0.86 の活躍で月間 MVP を連続受賞。球団史上初の2ヶ月連続月間 MVP 受賞となったぞ。めっちゃ MVP 受賞してるな。この時、広島カープの歴史に名前を残せて嬉しい、と発言したぞ。しかし、9月には右肘を痛めて長期離脱。10月16日、シーズン最終戦となった中日戦の9回西という場面で復帰登板。打者1人を抑えプロ初セーブを記録した。最終的に最優秀防御率のタイトルを獲得。1点台でのタイトル獲得は1992年の赤堀元幸以来、セ・リーグでは1989年の斉藤正樹以来の快挙となったぞ。また、テンポの良い投球を評価されてスピードアップ賞を受賞。そして国内なら、生涯広島、を宣言。さらに FA 権を行使せず残留を決め。僕が他球団のユニフォームを着て、広島市民球場でカープのファン、カープの選手を相手にボールを投げるのが自分の中で想像がつかなかった。と発言したぞ。いやこの人かっこよすぎでしょ。またこの年の選手会のベストエピソード賞、広島市は広島市民表彰を黒田に授与すると発表したぞ。やはり黒田さんの影響力は半端じゃない。めちゃくちゃ愛された選手ってこともわかったね。続いて、同じく2006年パ・リーグの最優秀防御率投手、斉藤和巳。こちらパワプロ13決定版の能力で黒田さんより良い防御率 1.75、球速152キロにコントロール B、スタミナ A、3方向の変化球に奪三振がある。めちゃくちゃ強いぞ。全く関係ないけどなぜか全盛期の江川を思い出した。いやなんでだよ。2006年、選手会長に就任。同年から2段モーションが禁止となり、キャンプで克服に取り組んだが、結局キャンプの最後までしっくりいかなかったぞ。それでも5月26日の中日ドラゴンズ戦で完封勝利を挙げ、交流戦で対戦した他リーグの全6球団から勝利した最初の投手となった。そして6月8日の読売ジャイアンツ戦では、脇谷亮太に投手内野安打を許しただけの、自身初となる無四球1安打完封勝利を挙げた。また、この試合では脇谷を牽制でアウトとしたため、打者27人で終了させる準完全試合を達成。王貞治に、ピッチングの神様が乗り移ったようだった、と言わしめたぞ。めちゃくちゃすげえ。どうなってんだ。さらに交流戦開幕前までは7試合で3勝2敗、防御率 2.29、と勝ち星が伸びなかったが、交流戦開幕後からオールスターまでは10試合8勝2敗、防御率 1.73。オールスター後は9試合で7連勝、3完封を含む7勝1敗、防御率 1.37、と、終盤になるにつれ調子を上げた。4先発で4勝、2完封を記録した8月には月間 MVP を受賞。同月に記録した2試合連続2桁奪三振での完封勝利は球団史上初。
最終的に勝利数、防御率、奪三振、勝率の投手4冠を達成。完封数もリーグトップで、1981年の江川拓以来、2リーグ分率5、4人目となる投手5冠王を達成したぞ。さらにパ、リーグ史上初となる2度目の沢村賞を受賞。ただ病院でメディカルチェックを受け、右肩の炎症、と診断され、楽しみにしていたという日米野球の出場を辞退。来年戻ってくるのだが、2008年以降出場回数減少。悔しい結果で終わってしまったな。でも2006年の活躍はエグいね。これはすごいよ。五冠とか異次元だよな。以上が斉藤選手でした。続いて、2007年千葉ロッテマリーンズの成瀬義久。こちらパワプロ14決定版に収録されている能力。コンスタ A で対ピンチ、伸び、逃げ球、球持ちなど優秀な能力。防御率 1.82 で16勝1敗と圧倒的勝率を誇っているぞ。やっぱり成績半端じゃないね。2007年は開幕ローテーション入りし、この年の黒星は交流戦、横浜戦、のみで、パ、リーグ球団との試合では無敗。援護率 5.64 はリーグトップで、吉球27は規定投球回に到達した投手では武田勝の17に次いで2位。防御率1点台、勝率9割台でシーズンを終えた投手が出たのは1959年の杉浦正以来48年ぶり、2リーグ制後では史上2人目。また月間 MVP を2度受賞し、最優秀防御率、最優秀投手を獲得。翌年から防御率3点台になったが、圧倒的成績を残したのは事実。勝率9割4分1厘と半端ない成績を残すことに成功したな。来年の北京五輪では大会通算19奪三振で奪三振王に輝いたからね。その時点で実力は半端じゃないよ。続いて、岩隈久志選手。球速151キロで3方向の変化球。キレ、逃げ球と優秀な特殊能力を持っていますね。防御率 1.87 で21勝。半端じゃないね。2008年、2年連続4度目の開幕投手を務め、3月27日の対オリックス戦では楽天移籍後初の完封勝利を無四球で挙げた。その後も勝ち星を量産し5月上旬に前年に並ぶ5勝、6月15日の対巨人戦で4年ぶりの10勝目を無四球完封で挙げるぞ。この時点でやばいね。そして、8月16日の対ロッテ戦千葉で自己最多となる16勝目。さらに9月22日の対西武戦、西武ドームで、パ、リーグでは2003年の斉藤和巳以来となる20勝目に到達。そして、シーズン最終登板となった10月5日、ケースタ宮城での対福岡ソフトバンクホークス戦でも勝利し、1985年の佐藤義則以来23年ぶりの21勝を挙げ最多勝を獲得。この試合で防御率ではダルビッシュ有を抜き、勝率では同率であった小松聡をかわして単独投手3冠を達成。リーグ最多投球イニングも記録し、チームのシーズン65勝のうち3分の1近くを一人で上げる自己最高のシーズンとなったぞ。ほとんど岩隈選手が勝利を持っていったって感じだね。ちなみに200投球イニング以上で基本塁打が3本。200投球回数以上で基本塁打3本以下という数字は、1958年に秋元優作が記録して以来50年ぶりの快挙。オフの各表彰では、チームが5位であったにもかかわらず沢村賞、最優秀選手、ベストナイン、最優秀バッテリー賞など、投手関連の主要な賞を独占。最終的に3年総額10億円の複数年契約でサイン。まあとにかく半端ない結果を残したという感じだな。2008年の楽天の順位は5位。岩隈選手がどれだけチームを引っ張ってくれたのかというのがわかる存在だね。ノムさんが岩隈選手の実力は半端じゃないと言っていたからな。その意味がこの2008年に詰め込まれている気がするぞ。続いて、チェンウェイ選手。こちらパワプロ2010のデータ。厳密には2010年度前半の能力も反映されているので勘弁してくれ。決定版がないんだよね。こちら台湾出身の選手。4方向の変化球に球速154キロ、負け運は気になるが伸び、リリーフと優秀な特殊能力も持っているな。8勝4敗で負け運つくとかむちゃくちゃだな。2009年はストレート、フォーシームの被打率は球界トップの1割8分3厘。開幕3戦目の4月5日の対横浜ベイスターズ戦でシーズン初先発し、6回3安打無失点で初勝利を挙げた。8月の月間成績は4試合33イニングで1完封を含む3勝0敗、防御率 0.82、ウィップ 0.79 の活躍で自身初の月間 MVP を受賞。QS を19回記録したが、そのうち11回で勝ち星がつかないなど打線の援護に恵まれず、6月の故障離脱もあり8勝に終わった。2桁勝利には届かなかったものの、シーズンを通して安定感を誇り、防御率 1.54 と2位以下に大差をつけ最優秀防御率のタイトルを獲得。
また、シーズン通算4完封は吉見和樹、涌井秀明と並び両リーグ最多。そして自身がメジャーリーグを志望していることを公言し、オクタゴン、ワールドワイドと代理人契約を結んだぞ。後にボルチモア、オリオールズに入団することになったんだよね。翌年も防御率 2.87 という優秀な成績だからな。まあメジャーに挑戦したいという気持ちもわかる気がするぞ。本人も来日当初から日本語を必死に勉強したり、頑張り屋な部分がめちゃくちゃあるからね。マジでリスペクトだよ。以上が1点台の投手たちでした。今回はこの辺で終わるが、次回はダルビッシュからやっていくぞ。ダルビッシュ1点台多すぎだけどね。ということでまとめいくぞ。今回紹介した1点台の投手は2006年黒田、2006年斉藤、2007年成瀬、2008年岩隈、2009年チェン。その年の活躍を見る限り無双していたことがなんとなくわかったな。なるほどね。まあこの成績を維持し続けられればダルビッシュみたいにメジャー行ける。そんな感じなのかな。現在最もメジャー行きが噂されてるのが山本由伸だな。正直日本の野球は狭すぎると思うから、由伸選手にはメジャーで活躍してほしいと思っているぞ。実際通用するのかどうか気になるよね。向こう行った瞬間微妙になる選手もいるくらいだし。ということで今回はこの辺で。さよならだ。